はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、では続きをやっていきたいと思います。前回ですね、ウルトラマン銀河が仲間になりましたので、とりあえずウルトラマン銀河を、入れてみました。レオと交代ですね。なのでゴッドガンダム、銀河、ブラック、RX とウィザードになってます。ではこれでまたマウンテンキューブですね、進んでいきましょう。ゲートポート、マウンテンキューブ、中継地点2で、なんだっけ、なんとかってやつに会いに行くんですよね。会いに行くっていうか、探しに行くっていうか。一応目的地が表示されてるんで、そっちを目指していけば大丈夫だとは思うので、こっちじゃないな。そうすると、リクガメヤミを持ち上げた。このターンで倒したかったけど食らったか。こっちっすね。さああと少しだ。お、逃げ出した。ちょっとここら辺で回復しますか。ウィザード。さあここだ。この辺りだ。さっきケムール人を見かけた場所は、そうだ、ケムール人だ。さすがにもういないようだな。いないのかよ結局。だだだだ、足音、隠れろ。ヒーローたちはとっさに岩陰に身を隠した。ゴーゴーゴー、こちらには気づいていないようだ。仕掛けるなら今しかない。わかった、行くぞ。ゴー、ヘメール人、ボルジャーノンを返してもらおう。さあどれくらい強いか。まずはちょっと弱点探りですね。炎と、サンダーと、こいつは打撃でいいや。あとは水。おお、消火器よ。死んだ。マジか。あ、炎が弱点っぽい。炎が弱点っぽいけど死んだ。消火器食らって死んだんだけど。復活何個あった？ 2 つしかない。やばい。回避率が上がった。かわされた。ちょっと待って、ドットスラッシュめっちゃ使うな。どうする、まあ、このまま攻めるしかない。幻惑かわされる。命中率上がった。めっちゃかわしてくんな。そしてウルトラマンがカラータイマーが光ってしまう。あ、そうだそうだそうだ、これがマクロアイだ。危ね危ね。マクロアイ早く活動しろ。オッケー、いいね。こいつは攻撃したいな、炎があるから。いやでも回復だな。幻惑、無駄無駄無駄。あ、間違えた、またマクロアイ使っちゃったよ。マシンキャノン、メテオン、パンチ、フレームシューティング。あ、やばいやばいやばい、あぶねえ。あれ食らうと死にますからね。
よーし、ラッシュかけますか。ここでさあ行くぜ、レベル2、うん、レベル2だな。スキルはヒーロー技、爆裂ゴッドフィンガー、銀河クロスシュート、ツインスラッシュ、ウィザードは使えないから普通にドライブで、RX キックで、こいつはフレームスラッシュストライク、 OK。フレームスラッシュストライク、ヒッヒッヒッ、ダッ、おー、熱えウルトライブ、ウルトラマン銀河、このテンションで一気に行くぜ。はあ、くらえ銀河クロスシュート、あー、要はスペシウムコースだ。今の俺は最強、いや超最強だ。おお、強い。おお、キムール人手に入れた。キャー、キムール人は倒されるとスパークドールズの姿に戻った。やった、スパークドールズも俺がちゃんと回収しとくぜ。部下たちはいっぱい出てきた。た、隊長、おお、お、俺たち助かったのか。お前ら無事だったんだな、隊長。泣くんじゃない、この借りは怪獣どもにきっちり返してやろう。よかった、ボルジャーとボルジャーノン隊はこのままいけるか。当たり前じゃないか、お前たちマウンテンサイクルを目指すぞ。おお、頼もしい連中だな。よし、次の目標はキングパンドンだ。うん、キングパンドンどこだっけ。どっかから逃げ帰ってきたんだよね。こっちかな、そうすると。っていうかゴッドガンダムの SP が超減ってる。一回帰ろう。キングパンドン強いって言ってたかんな。ちょっとアイテムラボでアイテムも預けますか。ほい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 と、復活キット買わないと。5個くらいあればいいかな。で、アイテムを整理して OK。 じゃあまた向かいましょう、中継2と。この先か。ゴッドガンダムをちょっと回復させますか。てかもうみんな回復させよう、万全な状態で行くぜ。いたー。案の定だな、あの怪獣居座ってやがる。よし、お前らあいつを倒してボルチャーノン隊の面目躍起と行くぞ。いや無理だろ、ボルチャーノンじゃ。待て、ちゃんと連携しよう。まずボルジャーノン隊が先制攻撃、その隙にヒーロー隊が接近し叩く。了解、単純すぎる。さらにボルジャーノン隊がダメ押しの一撃を加える。三段構えの戦法だな。よし、乗った。お前らも分かったな。おう、よし、まずは砲撃だ。ターゲットはキングバンドン。
ってガガガガガガガビームライフルなの、マシンガンじゃないの。ギガー、よし、ゴッドガンダム、いけキー、連戦っすね。ユウさん、お、ファーストアタックだ、やったね。またちょっと弱点探りをしましょう。アルパンチ氷、おお氷が効く。うん、炎はちょっとダメージが通らないな。なんでこのままこいつは氷を使っていくか。いてー、まだいけるな。オッケーオッケー、タラータイマーが光ってるけど、このままガンガン攻める。これはこのまま押していけそうっすね。もうヒットポイント的に。おりゃー痛ーい。このターンで終わりそうだな。次の青いカラータイマーが迎える前に終わりだな。うん、なんか中ボスにしてはゴリ押しでいけましたね。1回も回復しなかった。キングバンドン、おお強え、今の俺たち強え、しぶとい野郎だな。行くぞ、とどめだ。いいとこだけ持ってきやがったこいつ。よっしゃー、やりましたね隊長、ボルジャーノン隊完全復活だ。うおー、おっと、忘れないうちにキングバンドンのスパークドールズを。おいてー。残念だな、スパークドールズは俺がいただいていくぜ。バルキー星人、待て、あの野郎、みんな追うぞ。奪われたスパークドールズ、回復だけはしときましょうか。ほいっと、じゃあこのまま進んでいきましょう。どっちだ、こっちの方に行ってみるか。何もない。これは通常攻撃でいいでしょう。ん？こっちは何もないよね。こいつらのチップはまだ手に入れてないな。いてー、やばい、死ぬ可能性がある。ゴッドガンダムがそろそろレベルが上がりそうだ。これ中継地点、よし。でこのまま奥に進んでいきましょう。まあゴッドはちょっとマシンキャノン使うか。うわ、刺した、マジか。スタンってマジ、要はまたスタンしたよ。そしてカラータイマーが光ってる。
状態異常が結構きついな、このゲームは。まあ、全体的に敵は強いっすね。バルキー星人め、どこへ逃げた？おい、怪獣がいるぞ。カネゴン、ヒースパークドールズかよ、よしてくれよ。待て、カネゴンじゃないか。そう、僕はカネゴンだよ。怪しいものじゃないよ。何をしてた？スイッチを探してたんだよ。全然見つからないからくたびれちゃった。あ、そうだ、このガラクタやるよ。復活キットガラクタ押し付けられたんだけど。じゃあな。お、おい、行っちまいやがった。まあいい、先へ急ごう。カネゴンは怪獣だから襲われないのかな。ここの敵結構強いっすけどね。おっとっと、めっちゃ道が複雑化してる。なんか弱点をついた攻撃をしていきたいけど。うわ、スタンしたよ。こいつのスタンが厄介だよな。お、ゴッドガンダムレベルアップ。ゴッドガンダムのレベルの上がりは早いっすね。わ、始まった。ん？この波動はどうした？邪悪なものが生まれている。これはバルキー星人がスパークドールズを次々とダークライブしているに違いない。ダークライブボルザ喋ってくれてた。ゴこの3体と戦うのかな。そうすると、そうか、バルキー星人はキングパンドンに門番をやらせて、その間にこの辺りでスパークドールズを集めていたんだな。 That's right、 その通りだ。バルキー星人、いつの間に。お前の目的は何だ。ふん、スパークドールズをダークライブすることで増幅された闇の力を集めているのさ。何のために。さあな、これ以上ユウたちに邪魔はさせん。ゴルザ、バキシム、サラマンドラ、カモン。おー、ヒーローどもをここで始末しておけ。 You understand? Bye。 待て、これでは進めん。ここはボルジャーノン隊が引き受けた。お前たちはバルキー星人を追うんだ。すまない、みんな、我々はバルキー星人を追う。え、ボルジャーノンじゃ無理だろうどう考えても。こっちは何もない。これ結構戦いそうで戦わないイベントがありますよね。いっぱいいるカメレオンは回避率を上げられると厄介だからな。先に倒しとくかもう回避率上げられたよ。どうしよう。じゃあちょっとこっちを先にやって、マクロアイ使いますか。ひるんだよ、しかも。オッケー、よーし。チップが手に入らないですね、なかなか。ん、この広場怪しい。ちょっとアイテムで回復させるか。まあ大丈夫でしょう。ゲッ、追ってきやがったのか、しつこい奴らだ。こうなったら俺自身の手でお前らを抹殺してくれる。
バルティ星人、さあまた弱点探し、爆熱ゴッドスラッシュ、銀河サンダーボルト、 RX パンチで、氷、相手杖、特になさそうだな。こいつは回復に回らないとまずい。あ、ビーストじゃねえ。相手結構強い。ちょっと毎ターン回復かな。そうするとバルキリーム ピコンピコンピコン。バルキーソード。よーし。でももうこの、うわーやべ、2回攻撃してきた。この調子で勝てそうだな。もう敵のヒットポイント赤っすからね。やばいなこれ、2回食らったら死ぬ。死んだー、マジかー。戻ったけど復活させよう。誰が早いんだっけ。いやちょっともうバルキー星人倒せちゃうからな。経験値とかはちょっともらっときたい、さすがに全員なんで。ちょっとディフェンスをします、復活させます、ウィザードを。ピンチになってくると2回攻撃してくるやつが多いな。まあどうせラッシュゲージあるんで使っちゃいましょう。バフネットゴッドフィンガーで倒すか。ツインスラッシュ、ウィザードいけない。死んだからな。ヒーロー技で倒したいからな。バフネットゴッドフィンガー、銀河クロスシュートで、ディフェンスでいいや。人間クロスシュート、オッケー。ヒーロー技で勝利。バルキー星人、中ボス系のチップをガンガンゲットしてますね。バルキー星人は倒されるとスパークドールズの姿に戻った。こいつもスパークドールズだったのか。拾っておこう。やったか、ボルジャーノ。もちろんだ。そっちは。あんな怪獣わけないぜ。スパークドールズも回収した。おボルジャーノでどうやって倒したんだよ。マジ戦闘シーン見たいんだけど。おい、お前たちも探すのを手伝ってくれ。どうした。バルキー星人に襲われたキングパンドンのスパークドールズが見当たらないんだ。そりゃ大変だ。ゴッドガンダムたちは手分けしてキングパンドンのスパークドールズを探した。しかしいくら探しても見つからなかった。バルキー星人がどこかで落としたか、それとも戦闘中に吹き飛んでしまったのか。もう仕方がないだろう。マウンテンサイクルは目前だ。急ごう。そうだな、これ以上時間を無駄にはできない。行こう。お、こいつは。ほう、これがスパークドールズですか。面白い。これも陛下に報告しておきましょう。というところでちょっと一旦じゃあ帰還しますか。お、素材レベルが上がった。アイテムラボでもう随時ちょっと預けていかないとすぐいっぱいになっちゃうかな。ではバルキー星人を倒したところになるので、まあ、キリがいいのでここで一旦終了して、またマウンテンサイクルですね、捜索を、やっていきたいと思います。では今回はこれで終了します。